皆さん、こんにちは。タックバティック講座の林と申します。今日は日商簿記を学習してきた皆さんに、バティック、えー、国際会計検定についてご案内をしたいと思います、えー。バティックというのは、東京商工会議所が主催する国際会計検定でして、いわば、簿、え、記、ー、検定の英語版というふうに思ってください。 私つい先頃まで日照簿記講座の方で簿記の1級を中心に授業を担当しておりました皆さんもご存知の通り昨今企業のグローバル戦略として海外に進出する企業やまたは海外企業と提携する企業が非常に増えてきていますグループ内における会計処理の統一 または財務諸表の国際間の比較の有用性そういった観点から国際会計基準として IFRS を採用する国内企業というのが年々増えてきていますこの IFRS は国際財務報告基準と呼ばれまして現在120カ国以上で採用されているものです 日本の企業におきましても採用企業あるいは採用予定企業を含めますと100社近い企業がこの IFRS こちらを適用していますさてこのバティックの試験なんですけれども初級のサブジェクト1そして上級のサブジェクト2この2つから構成されており えまあ合計しますと1000点満点のまあスコア制の試験となっています、えー、日商募金検定のようにまあ合格不合格というふうな古いわけではなく、えー、皆さんの行ったまあ努力に伴って得点がスコアが伸びていくような形の内容となっていますので非常に受けやすい試験となっています 日照簿記の2級、そして1級を学んできた皆さんは、より上級の,そのサブジェクト2で十分合格点の方を、まあ、高いスコアを狙うことができる、そういう内容となっておりますので、ぜひともこのバティック検定の方を一度受験されてはいかがでしょうか。日本の簿記の知識だけではなく、 英文による会計の知識をお持ちの皆さん、こういった人材というのが現在非常に不足しており、今後、ますますそのニーズというのは高まっていくと考えられます。すでに皆さんがお持ちの募金の知識に、この英文会計の知識を加えることで、よりニーズの高い人材、まあ、そういったものが狙えます。 えー、皆さんが必要な努力というのは既にお持ちの簿記の知識に、えー、その英単語への置き換えなど、まあ、そういった形で非常に手軽に勉強することができるお得な試験となっていますのでぜひ、えー、私たちと一緒にこのバティックの学習を始めてみましょう。